ツからグーテンタークおまちゃんキッチンへようこそ。先日から連日ズッキーニを使った料理をお届けしていますが、今日もズッキーニです。今日のは特に作っておくととても便利です。形も可愛らしいし、野菜の色がとっても綺麗です。切って混ぜてオーブンに入れるだけですので、とても簡単です。お忙しい方にはぜひ作ってみていただきたいと思います。まず材料ですが、ズッキーニ小さいのを1本、そして人参小さいのをやはり1本、それから色味を加えるのに赤パプリカを使います。でもトウモロコシの黄色なんかが入っても綺麗だと思います。あとパセリとか、そういうのを入れてもいいと思います。塩コショウ、卵2個、チーズ1カップ、小麦粉も1カップ、ベーキングパウダーが小さじ1、油かバターが必要です。まず野菜は洗いました。そして赤パプリカですけれども、これは半分使うので、大きいので半分使います。で、半分にして、この種を取ってサイコロ状に切ります。サイコロ状と言ってもなるべく小さく切ります。まあ様子を見ながら半分でもいいですし、4分の1でもいいですし、そのパプリカの大きさにもよります。そうですね、カップ1ぐらいかな。パプリカは洗ってキッチンペーパーで水気を取りました。この赤いパプリカは私は色合いにアクセントに使いたいので、あまり量はなくても大丈夫です。このくらい使います。カップ1ぐらいですね。そしてズッキーニは大きいので半分使います。そしてこれはこの器具ですりおろします。こんな感じになります。カップ3杯になりました。人も軽く1杯、カップ1杯ぐらい使います。容器に卵を2個割り入れました。でこれをかき混ぜます。そして野菜を入れていきます。ズッキーニを入れます。赤パプリカを入れます。人参が入りました。で小麦粉をカップ1入れて、でベーキングパウダーを入れます。小さじ1入れます。塩を一つまみ、胡椒を振ります。そしてチーズを1カップで混ぜます。混ぜる時なんですけれどもね、ズッキーニから水が出るのでこれで大丈夫だと思うんですけれども、粉もなしてたら、粉がなじまなかったら、ここでもう一個卵を足したり、卵だと分量を調節するのは大変ですので、牛乳を加えてもいいですし、または生クリームを加えたりもしています。私はでも多分今日はこれで大丈夫だと思います。卵もあんまり大きくなかったけど、はい。でこれをマフィンカップに入れます。ゆるさはこんな感じです。見えるかな。
はりズッキーニから水が出てきてます。これあまり硬いとカップに入れにくいです。そして私は今日はこの可愛らしいカップを使おうと思います。これに油を塗ります。バターでもいいです。溶かしバターでもいいですね。これはシリコンです。これに塗って薄く塗ります。全部塗ります。このシリコンの形はちょっと小さいのでいくつにもなると思いますけれども、普通のマフィンの型に入れるともうちょっと大きいと思います。でもこれは便利ですよね。このまま出せるし、手をねよく洗ったと思ってもあまり綺麗じゃなかったりする時にもこれこのまま手にこういうふうに持って食べれますからね、すごく便利だと思います。紙でもいいんですけどね、マフィンを入れて焼くのがありますよね。紙でもいいですけど、これだとシリコンだと何度でも使えます。そしてこれにどんどん入れていきます。でこの上にパセリを乗せてもいいですよね。ちょうど12個入りました。シリコンの形に入りました。でこの上にですね、ナッツなんかを乗せても可愛いと思います。私はもう一回さっき混ぜた削ったチーズですね、ゴーダチーズなんですけれども、今日使ったのはそれをもう一回上にちょびっと乗せてみました。そしてグレーのカップにはくるみですね、くるみを半分乗せて、そしてピンクのにはカシューナッツです、乗せました。で赤には乗せてません。そしてオーブンを200度にあらかじめ温めておきます。中段で25分ぐらい焼きますけれども、その土地によっても違うし、オーブンによっても焼き具合が違うんですね。だから様子を見ながら焼きます。私は今日は25分焼きます。そして様子を見ます。ではオーブンが200度になったって知らせてくれたので入れます。25分経ったら知らせて。焼き上がりました。ちょっと串を刺してみます。ついてこないので完成です。このナッツも程よく焼けてて美味しそうです。今日は私はシリコン型を使ったんですけれども、これマフィンの型にマフィンの形をした紙を敷いてその中で作るとそのまま持ち運びができていいですよね。素手で食べても手が汚れませんよね。簡単でとっても可愛いので皆さん作ってみてくださいね。これはマフィンの形で作ったので一応マフィンですが、甘くないケーキというよりもむしろ軽食用と言えますね。朝食やおやつに最適です。手軽に早く食べれるスナックにどうぞ。スナック食品としてレパートリーに加えておくととても便利です。小腹が空いた時にもいいです。こちらのチャンネルでは簡単に作れる家庭料理を投稿しています。よろしければチャンネル登録して他の動画もご覧ください。いいねクリックもしていただけたらとても嬉しいです。
モチベーションが上がりますので、どうぞよろしくお願いします。では皆さん、チュー。